はい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 。阪神打てなさすぎやね、マジで。うん。まあ巨人からしたら、間違いなく DeNA が来てくれた方が相性的にも、まあ間違いなくいいんだけども、まあちょっと今日の試合見てて、ちょっと阪神心配になったなっていう感じはね、少しありましたね。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てください。よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元読売巨人軍の選手だった僕がですね、まあ主にジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。はい、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、今年中にですね、チャンネル登録者数5万人。500人違うよ。5万人をね、目指しておりますので、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひね、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日やっていこうかなというふうに思うんですが、まあ今日はですね、まあ CS、ファイナルステージ。が始まったというところで、まあいつもはジャイアンツの試合をね解説してるんですけども、今日はまあ阪神対 DeNA のまあ試合解説の方をやっていきたいなというふうに思ってます。まあ今冒頭でも言いましたように、まあジャイアンツファンのね僕からしたらですね、まあ DeNA との方が相性がいいですし、間違いなくね、まあ DeNA が勝ってきてくれた方がいいんですけども、まあ今日の試合を見てですね、まあ少し寂しかったというかね、阪神、なかなか打線がというところがありましたし。まあ、後で詳しく見ていきますけども、まあ、系統というところに関してもですね、もう少し、才木投手を引っ張っても、良かったのかなというふうに僕は思ったんですけど、まあ、あと1イニングぐらいですよね。1イニングぐらい、もう1イニング、伸ばしたら良かったんちゃうかなというふうには思いましたけども、まあ、ただそれもですね、打線がなかなか打ててないというところが、原因でですね、まあ、早く降板せざるを得なかった、みたいなところもあるのかなというふうに思うので、まあそういったところも含めて今日ちょっとね、まあ巨人戦ではないんですけども、まあ解説していきたいと思います。まあ普段ね、あまり、DeNA の、DeNA であったりとか、阪神を詳しく見てるわけではないので、ちょっとね、解説が足らないか、ところもあるかもしれないですけどもね、そこはね、ちょっとご了承ください。はい。じゃあね、今日の動画の構成としてはですね、まず得点シーン振り返っていきまして、その後に、打順ね、ちょっと軽く見ていきまして、で、最後にですね、僕が気になったところを見ていく。この3本でちょっとやらさせてください。はい、まず得点シーン振り返っていきたいと思います。僕のこの辺あたりにですね、得点ボードで、出したいと思うので、ちょっとね、一緒に見ていきましょう。はい、今日はですね、結果から言うとですね、まあ、3対1というようなゲームになってます。はい、はい、じゃあ振り返っていきますけども、まあ、3回表ですね、ワンアウト満塁から桑原選手のショートゴロの間に、まあ、1点。追加しますと。で、7回、表にですね、ワンアウト1、3塁からオースティン選手の、まあ、ライトへの2塁打で2点。で、9回裏、2アウト2、3塁から木浪選手のレフト前で1点返すものの3対1というところで、まあ、阪神タイガース、敗れてしまったと。DeNA が勝ったというような試合になってます。まあ、最終回。まあ3対0で終わるのか、まあ3対1、1点でも取って終わるのかっていうところは、次の日も試合あるわけなんでね、そこが あるとないとではね、非常に大きいかなと思うので、まあ阪神からしたらね、最後1点取れたのは良かったのかなと思いますけども、まあ多少気になるところもね、あったので、まあそれもね、後々というか、後ほど解説していきたいと思います。はい、じゃあですね、次ですね、得点シーンじゃなくて、スタメンの変更点というか、スタメンちょっと見ていきたいと思うんで、僕の顔あたりにですね、画像を出しながら、ちょっと一緒に見ていきましょう。はい、まずホーム側の、まあ、阪神タイガースからですけども、まあ、いつもと打順ほとんど変わらないですね。ただ、まあ、巨人戦を見てる僕からするとですね、いつも大体左ピッチャーの時に前川選手じゃなくて、右のね、選手を出すことが多いんですけども、今日はね、前川選手が出てるというところですね、6番でね。で、まあ、梅野捕手、木浪選手で、ピッチャー佐伯投手というところで、まあ、エース対決というやつですよね。はい、はい、で、 DeNA に関してもまあ、およそ変わりはないかなっていうところを、まあ、シーズンのね、最後の方と比べてないかなっていうところですね。で、まあ、東投手と、まあ、佐伯投手が投げるというところで、まあ、なかなか点が入らないだろうとかね、ロースコアになるだろうっていうふうなね、予想は、まあ、されて、僕もしてましたし、まあ、およそそういう予想でしたけども、やはりこういう、まあ、短期決戦もそうですし、まあ、こういうね、いいピッチャー同士が投げ合うときっていうのは、どちらが先制点を取るか、みたいなところがね、結構本当に、勝敗の半分ぐらい、半分6割ぐらいはね、それで決まってくるんじゃないかなっていうふうにね、僕の、まあ主観的にね、そういうふうに思ってますんで、先にどちらが1点を取るか、うん、っていうところが、非常にね、今日のターニングポイントになるんじゃないかなというふうに、踏んでおりました。
はい、じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところだったりとか、ここポイントでしたみたいなところをですね、できるだけ分かりやすくね、まあ今日はちょっと巨人ファンの方は見ても面白くないかもしれないですけども、ちょいちょいね、巨人の情報なんかも挟みながらね、うん、できるだけね、分かりやすく、阪神ファンの方にもね、DeNA ファンの方にも分かりやすく、伝えていきたいと思います。はい、じゃあ行きます。まず1回表ですね。はい、まず1回表。うん。いきなりね、DeNA がチャンスあったんですね。はい、まあ結果から、言うとですね、まあ点が取れなかったという回なんですが、まあ、ワンアウト満塁、ツーアウト満塁までね、行ったんですけども、点が取れなかったっていうところですね。で、少しもったいなかったなというふうに思うのが、まあ、牧選手、佐野選手が今日非常に状態良かったんですね。まあ、この二人がよくめちゃくちゃ当たってたと。で、で、オースティンをね、ワンアウト二三塁から、まあ、フォアボールを出してね、で、それで、ワンアウト満塁で宮崎選手っていうところで、カウント 3-2 まで行ったんですよ。で、内野は後ろ。もう1点 OK だよっていう守備待機をしてて、まあ、宮崎選手、まあ、足がそこまで速くないバッターですけども、まあ、しっかりバットに当てればなんとかなるかなっていう、1点入る可能性は非常に高いかなっていう場面で、ファーストファールフライ打ち上げてしまうというところですね。ここは、まあ、今日の佐伯投手の、まあ、ピッチング内容を見てても、まあ、序盤はですね、あまりこう、制球が定まってなかったというかね、まあ、まっすぐ、まあ、まっすぐはまだマシだったかなというところはありますけども、まあ、フォークボールっていうところが特にね、捉えられてたというか、まあ、ストライクゾーンの、ベルト付近に来てたんで、非常に打ちやすいボールになってたんじゃないかなというふうに思いますと。まあ、ここは、宮崎選手をね、開き直ってまっすぐで、最後ファーストフライを打ち取ったんですけども、まあ、DeNA からしたら、少し、宮崎頼むよっていうところはね、あったと思いますと。で、次の2アウト満塁での桑原選手も、まあ、セカンドフライというところで、満塁まで追い詰めるものの、DeNA からしたら追い詰めるものの、点が入らなかったっていう、ちょっと嫌な感じのね、雰囲気だったと思います。で、僕非常に大きかったなと思うのが今日ね、まあ、DeNA って僕守備脆いイメージあったんですよ。うん。なんかこう、結構隙がある野球というか、すごくいい選手を揃ってるんだけど、守備にボロが出やすかったりとか、まあちょっと走塁のところで、なんでこんな走塁してんのみたいなところって、まあ主に僕ジャイアンツ戦しか見てないですけども、そういうところって多々あったんですね。で、今日の DeNA の守備っていうところが非常に良かったと思うんですよ。で、このね、初回の1回裏の、この、先頭の近本選手、まあ、結果的にはショートフライ打ったんですけど、これを森選手がダイビングキャッチするんですね。で、やはり先ほど言ったように、先を、先制点をね、どっちが取るかっていうところが非常に大きいと思いますし、この近本選手だったりとか、中野選手みたいなね、こういう1、2番の選手をどんだけ抑えていくかっていうところも、めちゃくちゃね、鍵になってくると思うんです。で、その中で、まあ、守備がいつも脆いと言われているようなね、DeNA が、この、先頭の近本選手の、まあ、難しいフライに対して、まあ、いきなりね、森選手がファインプレーをするっていうところがあったんで、非常にね、今日、良かったと思います。まあ、牧選手もね、逆シングルで、二遊間のゴロを取ってね、ファーストアウトにしたりとか、非常にいい守備がね、結構、目立ったなっていうところがあったんで、今日、DeNA が勝ったところはね、そういった原因も、要因もあったんじゃないかなって僕思うんですね。で、2回裏見ていきましょうか。まあ、DeNA のピッチャー、東投手がですね、まあ、非常にまあ、いいピッチャーですけども、まあ、コントロールすごくいいピッチャーですけども、このワンアウトから前川選手にバーンとデッドボール当てちゃうんですね。まあ、ちょっとこう、やっぱり、ピッチャーってデッドボール当てたりすると、やはり気にするし、ちょっとこう、なんていうんだろう、調整しないといけないっていうね、気持ちが働くんで、まあ、その後に打たれたりすることって結構あるんですよ。で、ここで、まあ、阪神チャンスかなと思った時に、ワンアウト一塁で梅野選手がレフト前ヒット。これもチェンジアップというね、球種をね、うまく捉えました。森下選手も今日ね、チェンジアップをうまく捉えてましたけども、右バッターが比較的チェンジアップというところに対して、対応が良かったんじゃないかなと思います。ただ、ワンアウト1、2塁で、木浪選手を空振り三振。ここは逆にですね、先ほど右バッター、梅野選手やってるか、森下選手に打たれたようなチェンジアップを、木浪選手、左バッターの木浪選手にも投げ込むというところで、まあ、木浪選手はあまり頭になかったボールなんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、ここでね、裏を書いての空振り三振というところで、まあ、シーズン中あまり投げてなかったボールなのかもしれないけども、そこをね、この場面で投げれるっていう、この東選手ですね、この伊藤光選手のバッテリー、素晴らしかったなと思います。で、次気になったところ、3回表ですね。はい、3回表なんですけども、まあ、これ1回表の、
先ほど牧選手、佐野選手の連打があったっていうふうなことを言いましたけども、この3回表もですね、また牧選手にヒット、ノーアウト1塁です。ま、佐野選手にレフトへの2塁打っていうところで、同じような打たれ方をするんですね。早いカウントから、まあ、ストレート系のボールを狙われてっていうところで、少しここの対策っていうところがね、どうだったのかなっていうところを阪神見直す必要があるんちゃうかなと思います。で、ノーアウト2、3塁。で、またオースティンですよね。先ほど、まあ、フォアボールというところでしたけども、ここで、まあ、内野また後ろなんですよ。1点 OK だよっていう守備体系で、オースティンが空振り三振をしてしまうんですね。で、まあ、フォークボールを最後空振り三振してしまうんですけども、先ほど言ったように、佐伯投手ね、今日フォークボールが結構浮いてたんですよ。浮いてて、危ないボールになってたんですけども、このオースティン、まあ、首位打者取って、最高出塁率かなっていうところも取ってるんでね、非常にいいバッターではあるんですが、ここでね、しっかりね、ギアチェンジというか、コントロールミスなくね、しっかり、低めのボールを投げられた、フォークボールを投げられたっていうところは、さすがの修正能力だなと僕は思いました。で、ワンアウト2、3塁から宮崎選手を敬遠して、ワンアウト満塁っていう風なところになって、桑原選手が、まあ、ボテボテのショートゴロを打つんですけど、まあ、バウンドが少しこう高くなりまして、まあ、桑原選手の足も速いので、ゲッツー崩れというところで1点取るんですね、DeNA が。まあ、この1点が、まあ、タイムリーの1点ではないんですけども、非常にね、DeNA からしたら大きい1点。先ほど言ったように、先に点を取るっていうのがね、めちゃくちゃ大事なところなんで、まあ点の取り方は、まあ別に良くはないですけど、非常にね、結果的に点取れたっていうのが今日のね、この DeNA が非常に、大きかったね、要因かなと思います。でですね、先ほど言ったように、東投手がね、先に変わったんですよ。まあ、その、ヒットを打った時に、ちょっとこう、足がくじたのかな？ちょっと治療なんかもあって、まあ、その影響もあったと思うんですけど、ちょっと先に降板しちゃうんですね。で、先ほど言ったように、佐伯投手も、結構すぐ降板しちゃうんですけど、もう1イニング投げても良かったんちゃうかなって、6回まで投げて欲しかったなっていうかね。うん。6回まで投げてたら、まだ違った展開になったのかなと思うんですけども、先ほど言ったように、こんだけ阪神が打ててないんで、早めに勝負をかけないといけないというところで、まあ、変えてしまったんかなというふうに思います。はい。でですね、僕が思うに、まあ、DeNA のウィークポイント、弱いポイントって、中継ぎ陣だと思うんです。結構中継ぎが弱いと。まあ、今日東投手投げてたんで、先発はね、とかピッチャーはいいんですけど、まあ、やはり、後ろになってくると結構こう弱いなっていうところは あるんで、まあ、阪神からしたら、早めに先発を下ろして、まあ、弱いところというかね、ウィークポイントの中継ぎ陣をどれだけ投げさせるかみたいなところがポイントだったと思うんですけど、まあ、その変わったね、山崎康明投手とか、佐々木投手なんかもですね、しっかりこう、三者凡退というところで抑えてたんで、まあ、そこはね、まあ、阪神からしたら誤算というか、まあ、この、東投手打てないのは、まあ、多少ね、まあ、計算にあるんですけど、その、東投手が変わってからの、ちょっと弱いピッチャーって言い方はあれですけども、あまりこう、ちょっと落ちるピッチャーから打てなかったっていうのは今日ね、まあ、阪神の誤算かなと思いました。で、ここ7回表、また点 DeNA が取る回なんですけども、結局また同じ打たれ方してるんですね。佐野選手、ワンアウトから牧選手にツーベース。で、ワンアウト2塁で佐野選手にもレフト前ヒットっていうところで、今日3回やられてるんですよ。同じ連打をね。だからここを、まあ、バッテリー含めてね、どういう風なことをしてたのかっていうところですよね。うん。2連打というかね、同じこの牧佐野っていうところで、同じ打たれ方してるんで、それはちょっとね、これはなかなか勝てないなっていうところはありますと。で、その後、ワンアウト1、3塁という場面で、石井投手投入するんですね。で、まあ非常に難しい場面だと思いますと。で、今までオースティンをね、まあなかなかこう、うまく機能させてないわけですけど、ここでね、まあ打たれてしまうというところですね。まあ逆球になってしまって少し球が浮いて、それをカチンとライトに打たれてしまうというところで、まあ石井投手もまあすごく難しい場面での登板になったんで、仕方ないところはあるかもしれないですけども、うん、やはりちょっと高めに行ってしまったっていうのが、今日の誤算かなと思いますと。はい。で、まあ、ここで2点取られて、まあ、3-0になるというところですね。
で、しっかりその後のイニング、7回裏に、まあ、ピッチャー坂本投手が出てくるんですけども、佐藤、前が梅野、三者凡退取るんですね。で、今日非常に阪神を見てて思ったのが、まあ、1、2番で確か1安打しかできてないと思うんですね。5番に入った佐藤選手が3三振かなっていうところがあったんで、さすがにこの、言うたら3人か。近本、中野、佐藤。この3人が、この状態じゃちょっと手入らないなっていうところありますと。で、当たってるバッターって、まあ、森下選手ぐらいだと思いますし、で、まあ、内容がいいなと思ったのも、まあ、大山選手ぐらいなんで、だからまあ、実質当たってるバッターって森下選手ぐらいしかいないんで、まあ、森下選手一人だとやっぱきついなっていうところ。もう一人、二人ぐらい、例えば、近本、中野のどっちか、佐藤、大山のどっちかが打ててるんだったら、多分ね、こんな試合にはなってないと思うんですけども、やはりね、この短期間っていうのはすごく難しいところあると思うんですけど、まあ今日はね、DeNA の、まあ、まあ、東投手もそうですし、この、ウィークポイントというかね、まあ、点を取られるんじゃないかというふうに思われてるようなピッチャー陣がしっかり粘ったっていうところが非常に大きい、ところだったなと思いますと。で、8回裏ですね。これ、8回裏、まあ、ピッチャー、伊勢投手出てきたんですね。うん、DeNA がね。で、ノーアウトから木浪選手がフォアボール取りますと。で、ノーアウト1塁で渡辺選手、ピンチヒッターの渡辺選手が空振り三振。で、ワンアウト1塁から近本選手がライト前ヒット。で、ワンアウト1、2塁で中野選手がセカンドゴロ。うん。で、2アウト1、3塁で森下選手という場面で、ここ、まあ、阪神ファンのね、期待が高まった場面だと思うんですけども、ここでですね、素晴らしいボールを投げ込んでですね、見逃し三振をするんですね。まあ、この時点で僕は今日は、まあ、DeNA がここで確実に勝ったなというふうに確信した場面でございました。なぜかというと、まあ、先ほど言ったように、森下選手しか当たってないっていうかね、うん。まあ、しかっていう言い方あれですけども、まあ、そのバッターがチャンスに来て、まあ、終盤ですよね、8回裏って。そこで、まあ、ベストピッチングをされて、まあ、見逃し三振をしたっていうところで、まあ、おそらく、今日は、まあ、DeNA が勝つだろうと、この時点で思いました。ただ、最後ね、9回裏ね、森原投手が出てきて、まあ、2アウト2、3塁からですね、木浪選手がレフト前ヒットに打って、まあ、1点を取った。これはね、素晴らしい、ことだったと思うし、まあ、明日もゲームありますし、まあ、ホームで阪神、甲子園球場でね、やれてるし、まあ一緒のアドバンテージあるし、まあ阪神が有利なのは間違いないんですが、まあやはり初戦をね、DeNA が取ったというところで、まあタイになったんですよね。っていうところで、まあ明日以降ですよね、阪神打線がね、まあピッチャーはいいのは分かってますから、阪神はね、その打線がですね、まあ機能するのか。まあ森下選手はおそらくね、このシリーズある程度打ってくると思うんですけども、それ以外のバッターですよね。そこは、どういうふうに機能していくかっていうところによって、もしかしたら、阪神が敗れるみたいなところもあるのかなというふうに思うし、まあ、巨人ファンの僕からしたらですね、まあ DeNA が上がってきてくれた方が非常にやりやすいというところがありますけども、まあ阪神もね、まあ意地を見せてくるのかなというふうに思うので、まあ明日以降もね、まあ期待してというかね、ちょっとね、楽しみにして、もう一回ね、明日も試合解説やりたいと思うので、ぜひね、これからも岡山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じでね、今日は終わっとこうと思います。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。